というわけで皆様、本日よろしくお願いします。乾杯乾杯乾杯。うまいですね。お酒飲んでる時に執筆はできます？できないです。できるんですけど翌日あーって書いて文章が残るので私は飲むと全く仕事できなくなるタイプなので逆に助かってます。あれなんか書ける人は逆にまずいんですよ多分。フリーランスと酒の関係の一つの姿がすごい浮かび上がってきましたねそうなんですよ。最近やっぱりその酒造りのこう精神性みたいな、うん、あそっちに行くね、一点ですよね。でなんでかっていうとその菌っていうものは目に見えないから、うん、ある種こう文化人類学的なものとか民族学的なものともやっぱりつながるし、うんうんうん、補助ごとに米作るとかになるとやっぱり無農薬とか、うん、オーガニックなものにも接続されていくので、今回やっぱそのオーガニックを極めた人たちがワクチンもやっぱ打たないで自然に身を任せておくのがいいんだよっていうことがあるので、ワクチンなんか大丈夫だっていうトランプさんをやっぱり支持していくんですよね。実際そう言っています。で同時に地元の60代ぐらいの選挙システムが乗っ取られたみたいなことを実名のフェイスブックで書き込んでしまうようなおじさんとなぜかコメントで共鳴してて、今回はもうトランプさんしかないんだみたいな話になって、そういうもののこの危うさみたいなのが実は地酒に結構、酒文化は昔だったらデートカルチャーみたいな頃だったらどっちかというとハイブローなものとして興味を持たれてたんだけど、僕がその興味を持っている酒の文化みたいなものっていうのはすごく下世話な感じなので、飽きにくくて楽しいですね。ストゼロもそうですけどね。ストゼロと獺祭が並んでるのは熱いですね。いや僕にとってはそんなに変わらない。しかも美容最近のナチュールもそこに入るわけ。ハイボールは2009年に復活するわけですけど、一番それに効果があったのはビールと同じようにタワーで出すようになったんですよね、うんうん、はい、それまでは作るのが大変だって言われてたんだけど、うん、簡単に作れるようになったんですよね、うん、感じを出していったのがいいらしいですよ。ああこれですね、焼酎ハイボールドライ、これを私いつも自分の配信では飲んでおります。これ何がいいかっていうと混ぜ物が入ってないんだよね。入ってるものって焼酎と炭酸あと香料以上みたいな感じなんですよ。だからエネルギー42キロカロリーって書いてあって、ヘルシー、めちゃくちゃヘルシー、健康飲料、健康飲料ですハイボールをいかにしてビールみたいな感覚で飲ませようかってなった時に、角ジョッキっていうのをサントリーの人が作り、つまりビール感覚で飲んでもらうみたいなことをやったのね。当時社内ではどちらかというとそういうことをやるのは本当に邪道だって言われてたんだけど、ビールでいいじゃんみたいなので大きめのジョッキの形をして、でも粒々があるガクガクしたやつのジョッキを作って、これで行ったんだよね。めっちゃよくわかるな。あと黒ジョッキ、日清日露戦争の頃で日本は酒税っていうのはすごい大きな税費目で、日露戦争ぐらいになるとですね、実はあの日本の税収トップ酒なんですよね、酒税。だから日清日露戦争には何によって勝ったか、酒なんですよっていうエビデンス、これ国税庁のウェブサイトに書いてるの間違いない間違いない、完全なるエビデンスだと思うなるほどね。つまり明治維新、日本の近代化は酒のおかげだったというエビデンスがまたここにあって、昭和はなぜ敗戦したのか、はい、禁酒プロパガンダが蔓延してたかじゃないかというのが私の説でございましてですね、だいぶイデオロギー色が出てきましたね本気にしないでくださいよ、ネタですよ当時国策標語年鑑って言ってですね、いろんなあのいわゆる贅沢は敵だみたいな標語を集めた本が出ていましてですね、でそこからですね、実は禁酒に関する項目っていうのがあって、大量にここ書いてある、これ一部しか引用してません、このなんか 5,6 倍あるんですけど実際ね。で後半ほど戦争末期になってきてるので、飲める自慢が国の癌とかですね、酒で濁すな捧げる血潮とかね、みじん肉だけ敵と杯で1杯2杯3杯失敗とかいうのが終わるんですけど香酒はやっぱり香りが違いますね。え、香酒いい感じですか？全然香りが違う。いいのでは、あ、これいいのでは、これはいいのでは。これはいい香りします。これは香りからして違う。これはいいのでは。香りからして違いますもんね。うわ、めっちゃうまそうこれ。え、これ開けたんだ。やばくない？じゃあちょっといただきます。あれ、恐れ多くて俺飲みたいって言えなかったんですよ、香酒。うまーい。いい感じになってますねこれ。とある僕の知り合いの地元の先輩が言ってて、最高のつまみなんだ、酒を飲むしかできなくなった人が最後に行き着くおつまみってなんだ、まあ塩っていうのもじゃないですか、醤油じゃないですか、行き着くところってなんだ、輪ゴムなんですって。輪ゴム、輪ゴムを醤油とか塩つけて輪ゴムってこう噛み切れないから永遠に噛んでられるんですって。いやちょっと待って、これは国産の輪ゴムだからみたいな達成国産のそこでスピリチュアリズムがだんだん入ってるんで、ね、国産の輪ゴムでなんとか神社で奉納を受けてるから受けてる、ね、ゴムの木がなんかご神木みたいになってる、ゴムの木がそれに傷をつけ傷をつけ白い液体を血が流れ白い液体が流れやばいやばいよ。鎌倉時代もこうやって作ったみたいな伝説が作られてうまいみたいな、非常にジューシー